こんばんみちむらまさきです。ホテルカルフォルニアのリードギターっていうのは前にも動画を作ったことはあったんですけども、まあまあすっげえ昔、すっげえ昔だし、今より画質がちょっと悪かったとか、ライブ版をものすげえ緻密にやっちゃったとか、いろいろあってちょっと原点に戻って久しぶりに、スタジオ版の方を、割と今回は初心者さんに毛が生えたぐらいでもいけそうなくらいの、初心者なのにホテルカルフォルニアを丸々弾けるようになる、これはね、これは本当真剣に半年か1年ぐらいかけて真剣にやれば上達しますから、のでゆっくり丁寧に説明していきます。もちろん中級者さんで1回もまだコピーしたことないっていう人も必見でございます。でこれは本来は絶対なのは、ちゃんとサイドギターのコードをこう、これを弾いてく、弾いてる、分かりきっている、完全暗記している、もう左手見なくても弾けるくらいに弾いちゃったコードっていうのが、感じでこの辺で弾かれているよっていう、それがリードギターには関係するんで、これは絶対に弾けるようにしておいてください。今ご覧いただいている僕の顔が隠れて出てくる譜面は僕が書いた譜面なので、市販されてるやつとか、世間的に出回ってるやつとはちょっと違うかもしれません。はい、最初は3フレットから11フレットまでグリスって書いてありますけど、こっちの3フレットはあんまり見てなくてもいいし、なんとなくこの辺、この辺からこう滑ってくるよねーな感じです。本来3っていうフレットがね、決定してたらこれ G じゃなくて S って書かないといけないところなんだけど、 G って書いてる、グリスって書いてあるってことは、実は3はあんまりはっきりさせないで、この辺ですよの上って、目線は12フレットの辺を見てないといけない。12フレットってのはこうポッチンが2つあるけども、まあ根本的には本当はこの上側のツンツンポンポン、このポジションマークを見といて、1個左が11フレットだから3弦の11フレットで指をここで1回止めるよって、この辺を見てないといけないから、この辺は本当は一応見てません、実は。なんだけども、ここは F シャープ7っていうコードだから、だから論理的にあえて数字を言うなら3フレットってことです。このメジャーである F シャープ7のってことなんだけど、ここの音はあんまりはっきりとは弾かない方がいい。すぐこっち来ちゃうって感じ。ワン、ツー、スリー、フォーのスリーのス、スーでここに来てるから、スリー、フォー、オーってことです。で、2弦の10、12のところはピッキングは1回しかしません。最初の10フレットしかピッキングしていません。こっからハンマリングして、そのまんま1音半チョーキング。もうこの曲はね、もうすっごいお勉強できるところがいっぱいあってる世界一のリードギターだと僕は思ってて、最初がもう鼻からこうロングなグリスから来て、次が1音半チョーキング、これ1音半ってことは3フレット右の音、2弦の15フレット、この音までチョーキングする。普通のチョーキングはこれぐらいですよ。のもう一個、ここまでチョーキングしないといけないから、初心者さんはもう思いっきりだと思っておいてください。中級者さんはコントロールする、このこれとこれの違いを、この違いを2つコントロールする。で、それがピッキングは10フレットのこの時しかピッキングしてないのに、癖
薬指が12フレットにハンマリングして、その余韻残したまんま音を上げる。これって感じで、さらにここでお勉強になるのは、実はチョーキングって初心者の頃ってこうやって上げたら下がる、力で持ち上げようとするから上がってったんやけどすぐ下がってきてしまうっていう癖がついちゃいがちなわけですよ、チョーキングって。でもこの曲はいきなり下げない、実質上は下げてますよ、実質上は一瞬にしてこの持ち上げた薬指はピッて下げてますけど、下げていく様の音は聞こえない。こうやって下がっていく音を聞こえないうちに次の10フレットをもう一回弾いてんだよ。こうなんの。で、これ思いっきり指を上げるってことは、ね、こっちの手ガッて握るんだけど、でも親指は上に乗っかってるから、下だけがガッて上に上がる。あの、左手でパチンコ屋さんのパチンコの電動のあれを回してる気分。こうやって、少しだけ手がこうやって回ってるんだけど、でも親指が止まってるから、上っ側で顔出して固定されちゃってるから、だからこっちに上がっていくわけよ。こう少し左手のこの辺の肘の脇は開けないで、ここだけ、わかりますかね？ここだけがこう少しだけこうなってるの。ここは動かさないんですよ。で、今この状況だと親指と中指とかがもう触る感じぐらいのところまで上げて、下げるんだけど、下げてる時は音は鳴らさずにすぐこっちを弾く。で、その後今人差し指薬指使ったから、中指が11フレットの音を一瞬だけ触って、まあ、さっき来たこっからこうやって来た時に使った中指ですよね。触るけど本当は弾いてない。こういう感じ。ちょっとわざとらしく弾くとこれなんだけど、これだとわざとらしすぎて、実際にはこの9フレットの音しか聞こえません。だから、まあ、ある種人差し指で押さえてもいいっちゃいいんだけども、根本的にはさっき中指がこうやって最初に11フレットまで来ました、でフレーズがあって中指に戻って、で一応本来はスライドしているでしょう、でもスライドの音は聞こえませんの、ちょっと聞こえすぎ、これぐらい。こんな感じ。もう一回ね。こういう感じ。で、根本的にこの辺っていうか、全ての右手のピッキングは全部ダウンでも一応弾ける曲です。譜面上ではリズム譜としては16分音符っていうのが最後の方に出てくるけれども、それは全部あのテクニックでチョーキングとかプリングとかで動かす指だから、右手は全部ダウンピッキングで弾けます。でも一応16ビートで右手は乗っといてください。その上で高つくで乗っといて、ダウンだけ弾いてると8ビートだから。ここまで来ました。で、こういう時ね、非常に難しいんだけど、他の弦になっちゃうじゃないですか。開放弦の音が。だからちょっとだけこうやってここ右手の親指のスタッカーが少しだけ弦に乗っていた方が、ここに乗っけっぱなしの方がこういう音はなりません。で、この曲って根本的には Bm のキーを弾いてるでしょ。そうすると人差し指が7フレット薬指が9フレットっていうのが根本的な指の位置です。で、それを踏まえて次のフレーズ、ここまでは Bm ね。
7級をハンマリングして、でこの77はこう指をねこうやって持ち替えるとなんか開放弦の変な音が余計な音が鳴っちゃうので、2本の弦をいっぺんに一応押さえるつもりの人差し指でなんだけども、ほんの少しだけこれ指傾けてる、こうやってちょっとだけ、今ちょっとだけ大げさにやってるけど、でまた中指がその合間を8フレットなんでこんなとこで突然変な8フレットのちょっと変わった音出てくるな。それは今 Bm でスタートした曲がこの直後に Fb7 になる。このコードのフォームの時に中指が4弦の8フレットなんですよ。ここになるんだよ。でその次なんだけども、一応3弦の4フレットから7フレットまでハンマリングしてプリング、これはね、かなりの長距離なので、まあ、薬指で やれたら一番いいんだけど、どうしても届かない人は小指で、小指でプリングやるっていう、これを上手にやるのは難しい。薬指の方が力がちょっとあるから。でこの4弦に行った7フレットを下にチョーキングする、半音分、ここは半音分でいいです、この音まで。なぜならばさっきの Fb7 のこの音、あこの音だった、間違えたわけじゃないけどこの音だったわっていうのを思い出したかのように半音ベンドをする。ほいで一瞬これね、これその後ヒューって左手を左にグリッサンドして音が消えていきます。ってことはほんの一瞬だけこのベンドした指はちょっとこうやって戻ってるけど、それはもうあんまり音には出てこないくらいの感じで、こうやって下がりながらベンドを緩めながら左にこう降りていく、で最後は消えていく、まあドラムとかベースの音でかき消されていく、うん、さあ2段目に来ました。2段目もやっぱり7フレットと9フレットのさっきとよく似たフレーズ、これはさっきのこれに一応 Fb7 っぽい音を鳴らしちゃってるけど、あれ今ってこの何のコードやったっけみたいな、何のコードやったっけみたいなところの、のこの音、これはちょっとね、まあコード的には9度の音、 A のナインスって音を弾いてる変わった音なんだけど、でもここは Fb7 のまんまの8フレットが一瞬出てきました。あれって思ったかのように次はもう Fb7 じゃなかった、違った A だったに一回修正してる感じ。こんな感じ。どっちにしても人差し指っていうのは割と7フレット上にいますような感じで、その都度こう弾きたい弦によってこうちょっとだけこう動くって感じ。こうでもちろんタイミング的なものがあるから少し離れたりはするけど、ものすごくこっちの方にこう遠くに離れていくってことはないんですよ、ね、ピクピクピクってちょっとこう押さえ直してる感じはあるけど、
これはタイミングの問題ね。ずっと置いとけばいいって問題でもない。ずっと置いといちゃうと、ちょっと他の音が残っちゃうっていうか混じっちゃうんですよ。別な弦の音が混じっちゃう。だから一回弾いた音は一回一応終わらせておくよっていうために少しだけ人差し指が浮いてる瞬間っていうのはあります。最後の子、これの時なんかはもう人差し指は4弦押さえてればいいんだから、その下はミュートになってるわけですよね。と細かいことを言えば、全てのプレイにおいて今は4弦弾いてますよの時は親指が6弦と5弦ミュートしてるし、人差し指が 1,2,3 弦ミュートしてるしみたいな、常にお父さんとお母さんが遊んでる子供たちの左側でこいつらが落っこちないようにお父さんお母さんはここにいるよって感じで、今の2つのフレーズの1回目の方側、手前の方側だけここをジュリってやります。で2回目はジュリってやりません。ジュリっていうのはこう 2,3 本を弾いといて、今鳴らした音は3弦の7フレットだけだけど、その上下の音、まあ主に上側の音をこうやってこうタンミュート状態にしている、ね、さっき言ったようにこの指はミュートしている。しかもさらに今は薬指とか中指もこの辺に触っといて、全部の音をミュートしている状況。今音が歪んでるからこれ響いちゃうけど、ね、7フレットだからハーモニクスっぽいものは出ちゃうけど、こうやってブラッシングとしてこうやってジュリジュリってやってきたけど、人差し指だけが3弦でちょっとだけチュッて押さえてればこういう音がするよね。でこれのなんだけど、2回目はジュリってやらずにこうです。そしたら今度は2弦の10フレットをチョーキング、ここはカントリーっぽいプレイなんですよ。それを歪ましてる音でも使っている。まあイーグルスっていうのはもともとカントリーロックっぽくデビューしてきたバンドなのが、ジョー・ウォルシュが加入して少しロック色が入ったみたいな、そこに乗っかったドン・フェルダーさんもここでカントリーっぽいフレーズなんだけど歪ましてるから音が濁らないように、音が濁るっていうのは一個一個の音弾きっぱなしにするとで、一応これもありだけど地味変っぽい音にはなるけど、これを濁らせないように2弦をチョーキングしました。その音は終わらせる感じで1弦の10フレットを小指で押さえて1個鳴らしました。ほいで今は2弦がチョーキングされたまんまになってる。これをアップしているまんまの指の状態からもう1回弾いて下ろす、ダウン。これアップとダウンだから UD って書いてある。ほいでプリング7フレットに人差し指、お母さんはずっと7フレットで子供たちが落っこちないように守っているよって言った7フレットにプリング。ほいでもう一回10弾いて8フレットを中指で弾いたけど、この音違った、なんか違うよ、音違うよ、そりゃそうだよね、ここは E7 でした。割と B マイナーの曲ってのは割とダイアトニック的なことで言えば E マイナーが出てくるような感じの曲調ではあるんだけど、ここは E7 でした。あ、2弦は8フレットじゃなかった、マイナーじゃなかった、
メジャーだったをここで半音チョーキングで取り戻しています。もう一回いきますよ。ゆっくり弾いてゆっくり喋ると音が途切れるからさ、弾いた。でもその音は2つ絡ませないように1個ずつ分けて、こういうこと。でなんか違う音弾いちゃったから半音上げる。でまた人差し指7フレット。これはまあまあね、かもうほんの一瞬だから、こう伸ばすと2つの音が混じっちゃうっていうか副音になっちゃうでしょ。でもすぐに次のフレーズ行くから、これこの違いちょっと分かります。これ2つ合わせちゃう音の響き、これ一応分けてる音の響き、ゆっくりやると乗っかっちゃってる音は分けてる音は、一瞬にしてこの指がこっからこっちに比重を変えてるってことです。比重変えないと音は重なっていく。この角度の比重を1弦側に比重を置いてる、2弦側に比重を変えたってやると音が2つ別々になる。で1弦の10フレットをチョーキング、これで一応今今日は、8小節分、最初のピックアップ除いて8小節分半分、長い丁寧に説明すれば長い動画になる、もちろんです。それで根本的なお話をします。ドン・フェルダーさんのプレイを弾く間はものすごい無表情で、笑いもせずあんまり動かず指板を見続けながら演奏してください。まずこんだけで、ここまで、細かいことを言うとドンフェルダーさんはほぼビブラートしてません。例えばビブラートするっていうのは、これビブラート、僕とかは割とビブラートしちゃう人っていうか、意識しないとビブラートしちゃうわけよ、全ての音がこうやって。でこれ意識すればビブラートを止めることになる。まあまあ意識しなきゃいけないってこと。ビブラートしないで我慢する、ビブラートしないで我慢するっていう感じです。まあまあドンフェルダーさんのこのパートで言うと最後しかビブラートしてないのよ。ここしか、こう、ここしかビブラートしてない。それ以外はビブラートしてない。こんなんでも僕だとこうやって揺らしちゃう癖がついてるわけですよ。で顔とかも、冷静さというよりも顔で演奏しちゃいがちなわけ、僕は。我慢しないといけない。ドン・フェルダーさんの場合は我慢してここら辺を見ている、口はつむったまんま。これがジョー・ウォルシュになると、顔芸が入ってくるんだけど、ドン・フェルダーさんはあえてジョー・ウォルシュが入ってきたから顔芸はしませんっていう感じ。そこが一番のこのギターのポイント長くなります。やっと半分説明しました。で例えば友達と2人でカリフォルニアやろうぜっつって、じゃあ1人の人がドン役、1人の人がジョー役っつって、
役どころを決めてツインリードを楽しむときはそれはそれでやり方としてやっていくんだけど、一人でこれそのまんま全部弾くときっていうのはドンフェルダーさんとジョー・ウォルシュを引き分けるみたいな顔芸でっていう、例えばの話でいけばドンさんの場合はこっちのピックアップ使って、ジョー・ウォルシュの時はこっちのピックアップ使うとかね、そういう風にして分けて、まあ、たった8小節説明するのにもこれぐらい時間がかかるくらい勉強どころがたくさんあるってことですよね。であとね、昔の市販されてるスコア本だとここがこうなってることがあると思うんですよ。こうあのね、こう6-9-6になってたり3連符になってたりする譜面はあると思うんだけど、現在っていうのはデジタルでさ、こういろんなさスピード変えて再生したりできるじゃないですか。僕とかだとクイックタイムプレイヤー7っていう古いクイックタイム使うと半速スピードで音を鳴らすことができるんですよ。でそういうの使ったり、現代の文明が進んできて、ここは僕も昔のビデオでは多分6-9-6で説明してると思うんだけども、よくよく聞いてみるとここは4-7-4ですと。でしかも3連符じゃなくて半分のスピードの速度で聞くとトトトじゃなくてトチトなんですよ。っていう風に時代とともに明らかになっていく完コピ版の音っていうのがこう見つかったりするっていうこともまあまあちょっとありますよねっていう。で今のこれで言うとね、これは2弦の開放でも弾けるわけじゃないですか。でもそこはドン・フェルダーさんの1970年代のプレイとか2000年代ぐらいのプレイとかいろんな動画を全部見ていくとなんとなく分かってくるのは、最近はね、最近のドン・フェルダーさんはこうやってやってるんだよ。まあいろんなところでのフレーズがちょっと違ったりするんだけど、それはすごく分かるんですよ。レコーディングされているホテルカリフォルニアのあのリードギターっていうのはジョー・ウォルシュもドン・フェルダーさんも、僕らはそっちの音をものすごく聞いてるからそのフレーズが正解だと思ってしまいがちですけども、彼らの中でまあもちろん前の晩までに相当考えてきたフレーズだと思うんですよね、これはね。でジョーとドンがここはこういう風にハモろうぜみたいな風に相談して作ってるソロなわけですよ。でその中でレコーディングをしている時に何十テイクかは録音したと思うんだ。これ一個だけフレーズ決めといて弾いてるわけじゃないと思うんですよ。お互いにどっちもが何十テイクかの録音をして、でみんなと相談してエンジニアさんもいて、よしこれだっつって最終的に組み上がったのがこのスタジオ版のホテルカリフォルニアのソロなわけですよ。ってことは本人たちはいろんな弾き方をしていて、いろんな弾き方してちょっと変えてニュアンス変えていろんな弾き方をしていて、それのどれか一個が最終的に発売されただけだから、イーグルスライブとか映像を見るとかなりスタジオ版とはフレーズが違ってるわけ。それは本人たちがこのフレーズ弾くよって決めてたフレーズじゃなくって、何十テイクかいろんな弾き方ができるその手癖というものがある程度あった上でライブツアーをして、ね、何十箇所でコンサートを開いていく、その中で出来上がってきたフレーズっていうのがライブ版の方なわけ。スタジオ版の方のフレーズのことは割と本人たちは忘れてると思うんですよ。だからまあジョー・ウォルシュとかでも ここのフレーズとかはさ、こうこれはスタジオ版では4回のツリラっていうのの弾き方が固定されてるんだけど、ライブでのジョー・ウォルシュはこうやってかなりアバウトに弾いてたりするし、ドン・フェルダーの場合だったらタラとかいうこういう音が増えてたりとか、あとこうやって1個音が多かったりするんですよ。で違う感じのフレーズ
弾いてたりするの。だからこそドンさんがどこのポジションでだいたい構築しているかのところで、一応開放弦はあんまりっていうか一応使ってるのは見たことがないので、僕はここはこっちで、そうしないとグリスサンドが、このグリスサンド、このグリスサンドは3フレット以上音がするんだ。こうやってそうするとこっちでやるとグリスサンドできないわけよ、ね、で一応弦の音が違うっていうのがあるんで、かなり細かいことを言ってますが、完コピーをするってことは時間がかかるし、別に8割程度弾けるようになるっていうのでもいいんだけど、本気で何かの曲を1曲、たとえ3年かかっても4年かかっても10年かかっても1曲ずっと完コピーしてみたいという完成度を、まあまあ言ってみれば僕20年ぐらいこの曲を弾いてるわけだからね、完コピーしない上達方法もあるけど、完コピーを目指すっていう上達方法とかこだわり具合っていうのがあったりします。まだ小説だけですけど、続きはまた、もうかなり撮影するのもかなり疲れるっていうか時間かかってるんで、次に続きます。